タイタンあるいはオルシー F-3 は、クレー社によって、オークリッチ国立研究所に構築され、様々な科学プロジェクトに用いられた、スーパーコンピュータである。タイタンはそれまでオークリッチで用いられていた、スーパーコンピュータ、ジャガーをアップグレードしたもので、従来の CPU に加えて、GPU を使用している。タイタンは、このようなハイブリッドアーキテクチャとしては初めて10ペータ。 フロップス以上のパフォーマンスを実現した。2011年10月にアップグレードが始まり、2012年10月に安定性試験を開始、2013年初頭に研究者が利用できるようになった。アップグレードの初期費用は6000万 US ドルで、主にアメリカ合衆国エネルギー省によって資金が提供された。オークリッチにおいてタイタンは2019年に サミットにとって変わられた。サミットは IBM によって構築され、より高い性能の GPU を使いノード数を減らした、ことや並列ファイルシステムによるファイルデータに対するノードごとのローカル、不揮発性キャッシュが特徴である。タイタンは AMD オプテラン CPU と NVIDIA テスラ GPU を組み合わせて使うことで、ジャガーより大幅に計算能力を引き上げつつ、 エネルギー効率を向上させた。理論上は27ペタフロップスを実現するために18,688個の CPU を同数の GPU と組み合わせて使用し、結果的にスーパーコンピュータの速度を格付けするために用いられるリンパックベンチマークでは17.59ペタフロップスのパフォーマンスを実現した。これは2012年11月時点で、 トップ500において1位の性能だったが、2013年6月に天が2号によって破られた。タイタンはあらゆる科学的目的に利用可能だったが、その使用権はプロジェクトの重要性とハイブリッドアーキテクチャを最大限活用できる可能性によって決められた。プログラムはタイタンに依存しないように他のスーパーコンピュータでも実行可能なものを選ばなければならない。 主に分子スケールの物理学、または気候モデルを扱っている6個のプログラムが最初に選ばれたが、その後には他の25個のプログラムが順番を待っていた。GPU が導入されていることにより、製作者はプログラムの変更を余儀なくされた。GPU は CPU よりも多くのスレッドを同時に取り扱うことができることから、一般にこの修正によって並列度は向上した。 この変更によって、しばしば CPU のみのマシンでもパフォーマンスが向上した。オークリッチ国立研究所のオークリッチリーダーシップコンピューティング施設において、20ペタフロップスの性能を持つスーパーコンピュータを作る計画はジャガーが構築された2005年にまで遡る。エクサスケールマシンを2020年までに運用するオンでの計画の一環として、 タイタン自体も2016年におよそ200ペタフロップスのシステムへ置き換えられる。新しく15000万5千平方メートルの建物をタイタンのために建てるという当初の計画はジャガーの既存の施設を用いるのが望ましいとして却下された。正確なシステムアーキテクチャは2010年まで確定していなかったが NVIDIA が GPU を提供する契約は2009年に締結された。 タイタンはプライベートな2010年11月16日の悪夢 IEEE スーパーコンピューティングコンファレンスで最初に発表されタイタンアップグレードの第一段階が始まった2011年10月11日に公に発表された。ジャガーは製造されて以降様々なアップグレードを受けてきた。はじめはクレイ XT3 プラットフォームで25テラフロップスを達成した。 2008年までに、ジャガーは、筐体数を増やし、クレイ XT4 プラットフォームにアップグレードする、ことで、263テラフロップスに達した。2009年に、クレイ XT5 プラットフォームにアップグレードされ、1.4ペタフロップスに達した。最終アップグレードによって、ジャガーの性能は1.76ペタフロップスとなった。タイタンは、応ン量を通して、 主にアメリカが州国エネルギー省から資金提供を受けた。この資金は CPU を購入するのには十分であったがすべての GPU を購入するには十分でなかったためアメリカ海洋大気庁が計算時間を見返りとして残りの濃度の資金を提供することに合意した。オンル科学計算チーフであるジェフ・ニコルズはタイタンの費用は約6000万ドルで そのうちのアの貢献は1000万ドル未満だが、正確な数値は、機密保持契約により取得されていると述べた。クレー社との全契約期間では、潜在的なアップグレードを除き、9700万ドルが計上された。1年間にわたる転換は、2011年10月9日に開始された。10月から12月の間に、ジャガーの200個の筐体のうち96個は、 残りのマシンは使い続けつつ、各筐体が持つ24個のクレイ XT 5ブレードがクレイ XK7 ブレードにアップグレードされた。12月に、計算が96個の XK7 筐体に移され、残りの104個の筐体が XK7 ブレードにアップグレードされた。オンレの外部 S ネット接続は、1 0 g b ット S から1 0 0 g b i S にアップグレードされ、 システム相互接続がアップデートされた。ジャガーで使用されているシースターデザインはタイタンで使用されているノードを直接 3D トーラス相互接続ネットワークに接続するジェミニ相互接続にアップデートされた。ジェミニは内部でワームホールフロー制御を使用している。システムメモリは584ティブに倍増した。960個の XK7 ノードは当時、 NVIDIA ィ e ケプラー GPU が利用できなかったので、NVIDIA フェルミベースの GPU が搭載されており、この960ノードはタイタンデブと呼ばれ、テストコード用に使われていた。この第一段階のアップグレードにより、ジャガーの最大パフォーマンスは3.3ペタフロップスまで引き上げられた。2012年9月13日以降は、NVIDIA K20XGPU が960個の タイタンデブノードを含むジャガーのすべての XK7 ブレードに搭載された。10月に作業が完了し、コンピュータがついにタイタンへ解明された。2013年3月、NVIDIA はタイタンの K20XGPU と同じ GPU 台を使用している今週マグラフィックカード GTX タイタンを発売した。タイタンは2013年の初めに受け入れ試験を 受けたが92%の試験しか完了せず、要求された95%を満たせなかった。マザーボードの PCIe スロットのメスエッジコネクタに金が過剰にあり、マザーボードのハンダに亀裂を生じさせていることが問題であると判明した。回収費用はクレー社が負担し、毎週12から16筐体が回収された。回収中もユーザーは CPU にアクセスすることが できた。3月11日に8972個の GPU にアクセスできるようになった。オーオンルは4月8日、回収完了を報告し、2013年6月11日に受け入れ試験の完了を報告した。タイタンのハードウェアは完全なソフトウェアを用いれば、理論上最大27ペタフロップスのパフォーマンスを発揮できる。 2012年11月12日、リンパックのパフォーマンスによって、スーパーコンピュータを格付けするトップ500において、タイタンはセコイアにとって代わり、17.59ペタ、フロップスで1位となった。タイタンは、同じ500台のスーパーコンピュータを、エネルギー効率に関して格付けするグリーン500でも3位となった。2013年6月には、タイタンは、トップ500では、 天が2号に次いで2位、グリーン500では29位に転落した。タイタンは2013年6月のランキングのために、ベンチマークを再実施することはなかった。これは27ペタフロップスを達成したとしても、2位で、あることに変わりはなかったためである。タイタンは404平方メートルを占めるジャガーの200、筐体の内部を入れ替え、ネットワークをアップグレードして使用している。 ジャガーの電源と冷却システムを再利用することにより、約2000万ドルを節約することができた。電源は、各筐体に4 8 0トの三症交流を供給している。これに必要なケーブルは、米国標準の 208V の場合よりも細く、銅を100万ドル節約できる。タイタンは8 2ットと、ジャガーよりも1 2ット多くの電力を必要と、するが、 不動小数点数演算に関して約10倍早く動作する。停電の際には炭素繊維、フライホイールバッテリーがネットワークと記憶装置を16秒間まで稼働させ続けることができる。電源喪失の2秒後にはディーゼル発電機が起動し約7秒でフルパワーに達する。発電機は電力を永続的に供給することができる。 発電機は再起動が素早くできるように、ネットワークと記憶装置に電力を供給し続けることのみを意図して設計されており、プロセッサーに電力を供給することはできない。タイタンは18,688ノードを持ち、それぞれが16コアの 32GB の DDR3ECC メモリを搭載した AMD Optelan 6274。 CPU とバイトの GDDR も ECC メモリを搭載した NVIDIA テスラ l a K20X GPU で構成されている。合計二十九万九千八個のプロセッサコアと合計六百九 693.6TB の CPU および GPU のラムを持っている。タイタンは当初、ジャガーの 10PB のラスター記憶領域を転送速度2 4 0イト s で使用していたが、 2013年4月に記憶領域が 40PB、転送速度が 1.4TBS にアップグレードされた。GPU は CPU よりも、はるかに高い並列処理効率を持つため採用された。GPU は CPU よりもクロック速度が遅いものの、各 GPU は7 3 2ヘルツのクーダーコアを2688個持っているため、 システム全体では CPU よりも高速になる。したがって CPU のコアは従来のスーパーコンピュータのようにデータを直接処理するのではなく GPU にタスクを割り当てるために使用されている。タイタンはクレイリナッ Linux エンバイロメントを実行しユーザーが直接アクセスするログインノードでは完全なバージョンの Linux であるが計算ノードではより軽量で 効率的なバージョンとなっている。タイパンのコンポーネントはヒートシンクによって空冷されるが空気は筐体に送り込まれる前に冷やされる。ファンの騒音は非常に大きいので機械室で15分以上過ごす人々には聴覚保護が必要である。このシステムは23.2メガワットの冷却性能を備えており、水を摂取5.5度まで冷却し、 それが順次循環する空気を冷却することによって機能する。研究者はタイタンの出力データをよりよく理解するためにエベレストを利用することもできる。エベレストは13メートルのスクリーンとより小さな第二スクリーンを備えた可視化部屋である。スクリーンは37-33メガピクセルで3次元映像を映し出すことができる。二千九年タイタンを管理する オークリッチリーダーシップコンピューティング施設は研究の重要性とシステムを十分に活かすことができる能力を基準として最初にスーパーコンピュータを使うコードを50個のアプリケーションの中から6つの先駆的なコードに絞り込んだ。タイタンを使う6つの先駆的なプロジェクトは以下の通りである。2013年には31個のコードが通常1度に4個または5個ずつ、 タイタンで実行される計画が立てられた。多くのプロジェクトのコードはタイタンの GPU 処理に適合させるために修正しなければならないが、プロジェクトがタイタンだけに依存しないように、各コードは CPU ベースのシステムでも実行可能でなければならない。OLGF は適合プロセスを支援するために、センター4アクセラレーテッドアプリケーションレディネスを設立した。タイタンのアーキテクチャ。 コンパイラそしてアプリケーションについてユーザーに説明するための開発者ワークショップが NVIDIA 本社で開催されている。カーは NVIDIA 及びコードベンダーと協力して GPU のディレクティブをプログラミング言語に統合するためにコンパイラを改良している。これにより研究者はフォートラン C、C のような既存のプログラミング言語を使って コードの中で並列処理を表現し、コンパイラーがそれを GPU に指示することができる。計算天体物理学者であるブロンソン・メッサー博士は、この作業について GPU は高速だが CPU よりも柔軟性が乏しいことを考えると、アプリケーションにタイタンを最大限活用させるためには GPU をビジー状態に保つ方法を見つけることも必要である。 と述べている。モアブクラスタースイートはノードに渡すジョブに優先順位をつけ、使用率を高く保つために用いられており、テストしたソフトウェアの効率は70%から約95%に向上した。CPU ベースマシンで性能が2倍になったダノーボのように一部のプロジェクトではコード修正により非 GPU マシンでも性能が向上している。 GPU で実行するために必要なコード修正の量はプロジェクトによって異なる。NRDF を開発しているメッサ博士によれば彼のコードの一部分は比較的単純な計算が繰り返し並列に処理されているためこの部分だけを GPU で実行している。NRDF はフォートランを GPU で用いるためにクーダで拡張したクーダフォートランで書かれている。 各燃焼は GPU アーキテクチャで最も簡単にシミュレーションできるため、キメラの3番目の塔が最初に GPU で実行された。他のコードは後で修正することが計画された。ジャガーではこのプロジェクトは14か15各種をモデル化したが、メスサ、博士は最大200各種をシミュレーションすることで経験的観測と比較してはるかに高い精度が 得られると期待している。ありがとうございます。